にちは、ブリオです。今日はサンマの塩焼きをやりたいと思います。いやー、届きましたよ、サンマ。去年はですね、1回食べたんですけど美味しくなかったんですよ。すごく細くて、なんかもう食べるのが申し訳ないぐらい。おお、サンマちゃんですね。目が綺麗、鮮度がいいのがよくわかります。ツルツルしてる。キャー、光っておりますよ。よし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 。鮮度がいいサンマはよく立つって言うんですけど、どうですかね。あ、立ちはしない。こんな感じ。もっと立派だと立つのかな。サンマです。それでは軽く洗ってもらっていただいて、鱗がついているので、サンマの鱗は手で取れるぐらいなので、きれいに取ってください。そして私は内臓が食べれないので、内臓を取りたいと思いますね。この穴が開いてるお尻の部分、この穴のところ、ここを開いてあげて、そのまま召し上がる方はそのままで結構です。まだもう少し経ってからの方が安くなるでしょうね。安くていいものが入るのかなっていう感じですね。まだちょっと高いですね、やっぱね。そして指で、親指でここを洗っていただいて、血合いの部分をこすっていただいて血を取ります。そしてペーパーで拭き取ります。できたけどすぐ食べないよっていう場合はですね、こういうふうにラップを引いてもらって、その上にペーパーを乗せて、先ほどのサンマさんを乗せて、内臓のところにまたペーパーとかティッシュとかを詰めておきます。そうすると血を吸ってくれるので。そしてくるくるっとしていただいて、でラップでくるっと。内臓が一番腐りやすいので、こういうふうに処理をしておきます。でこちらがすぐ食べるお魚ですね。ここはもう自分の好みなんですけども、塩コショウをしますね。でこのままちょっと置いておきます。それではその間に大根おろしをしたいと思います。はい、こんな風にできたらですね、これをなんか水で洗ってしまう場合もあるんですけれども、洗わないようにしてください。この水分を少し絞るだけです。このままだとさすがにちょっと大根の汁が多いので、このまま手の上で取っていただいて、でここに盛ると。はい、そうしたら時間が経ったので、少し表面に水分が出てきたので、それを拭き取ります。これがですね、臭み消しにもなりますので、塩を振って置いておいて後で拭くと。そしたらここにですね、レモン汁を入れます。これはくっつかないようにするためですね。そしたら火をつけてもらって、ここで少しこの網を温めたいと思います。はい、それでは焼きます。いやー、いい香り、いい香りします。あ、いいですね、この醍醐味。コンロで焼くこの醍醐味、素晴らしい。すごい、全くこびりつかない。できました。できました。